若田部健一は神奈川県鎌倉市出身の元プロ野球選手、野球解説者、プロ野球コーチ。愛称は若様。一女二男の父で、妻は福岡でローカルタレントとして活動する若田部かよ。第一子である長女は元一 k t 4 8で現在は富士テレビに勤務している若田部春香である。現在は福岡ソフトバンクホークス三軍。 投資コーチ、オフィスミラソールとマネジメント契約。少年時代には横浜対応ホエールズのファンでホエールズともの会に入っていた。鎌倉学園校では AS として活躍し、1987年には神奈川大会ベスト4。駒沢大学進学後は東都大学リーグで活躍し、1990年周期には7勝1敗、防御率0.94。 71奪三振の活躍で最優秀投手、ベストナイン。1991年周期では5勝1敗で優勝に貢献し、最高主君選手、最優秀投手、ベストナインを獲得し、アイブフインターコンチネンタルカップの日本代表に選出されている。リーグ通算48試合登板し20勝10敗、防御率1.76、223奪三振。 大学時代は、日大の落合英治とは、ライバル関係にあった。また、大学時代、後に、大英で同僚となる青学大の国母祐気から、ホームランを打ったことがある。1991年のドラフト会議では、福岡大英ホークス読売ジャイアンツ、広島東洋カープ西武ライオンズと4球団が1位指名で、競合し、抽選の結果、 大英の田淵光一監督が当たりくじを引き当てたため、大英が交渉刑を獲得。この時在京のセリーグ球団を希望していた若田部が会見の席で用意されていたアイスティーを一気飲みした。大英との推定契約金は、近鉄バファローズのも秀夫1000万円上回り、当時の史上最高となる1億3000万円だった。 1992年シーズンから先発の軸として活躍し、同年10月1日には平和大球場の最終試合となった対近鉄バファローズ戦で野茂秀夫との投げ合いを制して1から0の完封勝ちを収めている。最優秀新人は高村優に奪われたが、片岡厚志、河本育史と共にパリーグ会長特別表彰を受けている。 1993年シーズンには同じく近鉄戦でラルフ・ブライアントに被弾しながら4失点関東でホークス史上初の福岡ドーム公式戦勝利投手にもなった。しかしシーズン通しては2年目のジンクスに陥り規定投球回数はクリアできたが5勝に終わった。1994年シーズンに1勝を挙げた後数年間の不振に苦しむ。 1999年シーズンには、投資コーチに就任した、小花隆雄からは、投手陣には磨けば光る宝が一杯。一番手は、若田部と評価され、同年のシーズンには10勝を挙げ大英、福岡移転後初のリーグ優勝に貢献。2000年シーズンにもチーム最多体の9勝を挙げ、リーグ2連覇に貢献した。の8月24日。 西武ドームでの西武戦で3盾を阻止する1から0の完封勝利を収め、その後の逆転優勝につなげている。ヒーローインタビューでは、みんなの気持ちをたまに込めて僕が代表して投げましたとコメントした。チームメイトだった藤井正夫とは仲が良く、2000年のリーグ連覇達成時には、藤井の背番号15とネームがプリントされたハリー・ホーク人形を持って胴上げに参加し、 入院中の藤井に捧げた。藤井本人は病院で胴上げの映像を見てありがとうとつぶやきながら男泣きに泣いたという。この藤井ハリーは各メディアでも取り上げられた。若田部は祝賀会で一番ここにいて欲しかったのは藤井さんと語っており、亡くなった直後にはこれからは藤井さんにあまり頼りすぎないように、 藤井さんに心配をかけないように頑張らなきゃいけないと話している。またこの年の球団 MVP 受賞式では若田部が藤井ハリーを抱えて藤井の代役を務めた。2001年シーズンは6勝4敗の成績で終わった。2002年シーズンは開幕を2軍で迎えたが一軍昇格後には先発の柱として活躍し3年ぶりの2桁勝利、かつ チーム最多となる10勝を挙げ、防御率も自己最高を記録した。同年のオールスターゲームにも初出場した。そのオフに FA 宣言し、残りの野球人生は地元ファンの声援を受けてプレーしたいと地元の横浜ベスターズへ移籍。背番号は同学年で同年のシーズンオフに現役を引退した野村博樹のつけていた21。2003年シーズンは 故障や不審でわずか4試合の当番に終わり、未勝利でシーズンを終えた。2004年シーズンに、佐々木和弘が横浜へ復帰し、吉見雄二が背番号を21へ変更したことを受け、自身の大英時代の背番号である14に変更。同年は前年オフの右肘手術のためで遅れたが、3試合目の 登板となった8月10日の対阪神タイガース16回戦にて5回から2番手投手として登板し、味方が6回裏に逆転したことで、遺跡後初勝利を挙げた。しかし同年の先発登板は1試合、リリーフを含めても13試合の登板にとどまった。2005年シーズンは、プロ入り後初めて1軍登板がなく、同年10月8日に、横浜から戦力外通告を受ける。 他球団での現役続行を模索し12球団、合同トライアウトを受けるも、獲得に乗り出す球団はなく、現役を引退。横浜時代はわずか一勝に終わった。2006年からは、ホックススポーツジャパン東京 MXTVQ、九州放送及び日刊スポーツの解説者。また、タレントとしては、福岡の芸能事務所であるオフィスミラソールに所属し、KBC テレビ、 朝です。九州、山口月曜コーナー、主婦の高に、コメンテーターとして、不定期出演。朝です。で共演しているおすぎからは、ホークスイケメン選手の元祖と言われている。大英時代に取材を通して知り合った、徳丸海洋と結婚、今に至る。自身が引退後に、タレント業も始めた影響もあって、長女の遥かは2011年、 HKT48 の結成オーディションに合格し、研修を積んでデビューメンバー入りを勝ち取った。そして HKT48 が注目を集めるようになると、それまで旧姓で活動していた妻、かよまでもが本名である若田部姓で活動するようになっている。なおこれに合わせ、ケンイチ自身は本業の野球解説等に再び軸足を戻している。 2015年2月6日にグローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対欧州代表の日本代表投資コーチを務めることが発表された。2017年からはフルスソフトバンクの2軍投資コーチを務める。2018年は1軍投資コーチを務めた。2019年は再び2軍投資コーチを担当している。遥かの Google ググ投稿では時折、 若田部家の日常が垣間見えており、はるかによって以下のことが明らかにされている。CM、ありがとうございます。